ヘリットリートフェルトによる赤と青のイスウェリットリートフェルトによるシュレーダー系デステールは、1917年にテオハンドースブルフがオランダのライデンで創刊した雑誌、およびそれに基づくグループの名称。デステールとはオランダ語で様式を意味する。その理念は、グループの重要なメンバーでもあるピエトモンドリアンが主張した心臓系主義であった。しかし、 リーダーであるドースブルフの考えは、海外よりも建築を重視し、1924年には垂直と水平だけでなく、対角線を導入した要素主義を主張した。そのため、両者の対立は決定的となり、モンドリアンは1925年にグループを脱退した。その後、雑誌は1928年まで刊行され、グループ自体は、 ドースブルフの島で続いたが、短くて大きな潮流になることはなかった。その洗練されたスタイルは、リック・ブルーナのミッフィーやイブ・サン・ローランのモンドリアンルックなどに影響を与えた。このグループは、建築や抽象絵画の重視、バウハウスへの大きな影響、ダダと構成主義の橋渡しなど、国境や美術の分野を超えた活動を行ったと評価できる。 このグループの他のメンバーとしては、などがいる。黒の水平線と垂直線で分割、見原色が大胆に配された白地のワンピース。井原ら太郎、おかしな建築の歴史、P202F。ありがとうございます。